襟めっちゃ襟詰まってるみたいな洋服好きじゃなくて、ちょっとこの辺に余裕が出せる洋服が好きだから、でこれをで黒の紐でリボンにできるそれが好きなの。胸元はあ、でもあの下に着てる、みんなには見えないかもしれないけど着てるんで大丈夫ですよ。最近リップとかもなんかピンクとか選ばなくなって、どっちかっていうとブラウンみたいな、そういう渋めの色を選ぶようになった。ライブとかそういう時にはピンクとか可愛い濃いめのピンクとかをつけてるんだけど、もうあんまりこう、なんていうのかな、普段お仕事してないってどっかお出かけに行くみたいな時はこうあんまり本当の自分の口の色に近い色っていうか自然なナチュラルなね色を選ぶようになった。今日はメイクしてる。そう、昨日はお風呂入った後にやってたけど、今日はもう仕事終わってすぐのあれなのでバッチリですメイク。私今日はね、あのずっとじゃないや、今日は舞台、自分があのお芝居をやる人のそんな感じだったので、舞台見に行って、おー嬉しい、ありがとう。今までの舞台はもうさ、最初から最後までずーっと出てるって感じだったけど、なんか今回みたいにこういうムニバス形式で一つの話に出るっていうようなやつは初めてだから、だいぶ公演中ゆったりしてます。逆に今までってめちゃめちゃ忙しかったんだなーってすごい思う。余裕があるっていうわけじゃないんだけど、私はもうあと1回かな、あとは千秋楽のやつがあったら終わり。じゃあ余裕だから、余裕とは私一回も言ってないぞ、言ってない余裕ではないんですよ。今日は何時に帰ってこれました。うん、本当今さっき、でもちょっと食べたいものがあったから、ちょっと
って作って、それを食べ終わったところ。今余裕のオーラある。あ、でもそう言ってもらえると、なんかそういう風にちゃんとうまく見せられてるんだと思ってちょっと安心しました。そういう感じが出たらいいなと思ってやってたからそれはある意味嬉しいかもしれない。一番舞台慣れしてる雰囲気です。え、それはどういうことだろう。貫禄があるみたいな、そういうだってそれ今のそのさ、そのさ何大女優のような貫禄っていうのはちょっとバカにしてるでしょ。それはちょっと言い過ぎそれはちょっといじってる弾き始めてきた。いやいや、私なんてそんな全然出てる方じゃないからね、舞台。たまたまね、この1年すごいいろんな作品に出てたかもだけど、私なんてこの世界で見たら全然もうひよっこの下界の、もうほんとそれぐらいの、全然まだまだの、はい、あれなので、これからです。今はもうすごい吸収してるっていうか、今も勉強中ですね、いろいろ。だからもっといろんなね、方と共演したりとか、いろんな作品とか役にあって、いろいろ勉強、いろいろって何回言ってんだろうね、たくさん勉強したいなと思ってる。共演者の方とはやっぱ作品が違って行ってくると合わないんだけど、でも最近びっくりするのは、スタッフさんの中に実はこの裏方の方のスタッフさんで、実はこの間一緒だったんですよとか、また同じですねってご挨拶した人は分かって、もっと裏方の人でだと、ま、挨拶してないパターンもあったりとかするから、そう、それが最近多くて、あ、自分って結構やっぱいろいろ出ているんだなっていう風に、なんかそういうところでも実感するようになってきた。今回のねやつも結構いらっしゃったんだよね。一番最初のマジムリで美術をやってた方が今回ご一緒だったり、一緒にしてん、ご一緒だったり、音響の方とかはついこの間のあのネオンキッズでお世話になった方とかご一緒だったり、あとは私は一緒じゃなかったけど、なんか何かの鹿殺しさんの別の作品で鹿殺しさんのでやってた方が同じ T シャツ持ってたりとかあれ？なんで持ってるんですか？って言ったら、あ、実はみたいな、お世話になってそれで T シャツもらってみたいなので、なんかそれがねすごいびっくりしたね。え、私びっくりしたんだけどさ、あの今回の私パンフレットを見て気づいたんだけど、
音楽、私にとってのもう神様であるイーさんっていう劇中歌とかいろいろ作ってくださってる方がいらっしゃるんだけど、その方がまさか今回もどの曲を作ったかわかんないんだけど、今回のキスバイエイトもね、イーさんって方が携わっていて、すごいびっくりしました。そう、だからどの曲だろうと思って、ちょっとまだ見てない方もいるからあんまりここであのシーン何の曲かなみたいな話はできないんだけど、でも自分の中でイーさんっぽい曲ってどれだろうと思って、イーってね、アルファベットのイーじゃなくて伊藤園のイイ人弁の、私の中での意が伊藤園の意しかちょっと出てこなかった今その意ねえ、ほんとね、狭いね、びっくり。あ、そうだね、一応ね、シーン言わない方がいい、まだ見て、ね、ない方もいらっしゃるだろうから、で終わったら話そう、みんなで予想大会しよう。私実はまだこれはちょっとね、まだ言えないんだけど、逆にこれからお世話になるっていう方もいらっしゃったりとか、そういうなんかつながりがたくさんあって楽しみですね。5月、あともうちょっとで終わっちゃうけど、でも5月まだすっごい楽しみなことがねたくさんあるんだ、楽しみ。うん、なんじゃろな、一つは本当に私それ出れるんだってもう衝撃だってびっくりした、ってそれもう一つ楽しみなやつがあったり、プライベートでも楽しみなことがあったりとかして、もうそろそろねピーターパンも本格的に始動しますので、ドキ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 。この間歌コンで、あれこの話したっけ、歌コンで国際フォーラム行ってきたんだけど、この間の歌コンはホール A、 一番大きい国際フォーラムで一番大きいところだったんだけど、でもその裏動線とか楽屋とかはこの通るから、あ、私こんなこういう雰囲気でこういうところでこの夏お仕事するんだとか、先にその雰囲気というかそういうのがね知れてよかった、テンションも上がったし、この間その去年だね、去年に TikTok の仕事でそのいろいろ絵とかいろいろ芸術系のお仕事で国際フォーラムちゃんと中入って見てきたんだけど、あんなに近くとかさご飯が食べられるところがあったりとか、それぞれのホールの入り口がなんかあるんだけど、すっごい綺麗なところですごいびっくりした。あそこの中華美味しいよ。そうなんだ。ちょっと中華屋さんどれか分かんなかったけど、中華屋さんが美味しいらしいよ、みんな。夏涼しいんだって。あ、でも確かに涼しそう。そうなの。フリマやってるんだ。何のだ。
フリマだから何でもフリーなのか。確かに、そっか、昨日の夜にやってるから私今日2回配信やってるってことになるのか。ああ いいね、みんな詳しい。確かに、でも今までもさ、メンバーの中で国際フォーラムで舞台やったりとかね、してる人もいたから、私よりファンのみんなの方が行ってそう、国際フォーラム。なんかほんとファンのみんなって優しいよね。でも単純にきっとさ、まあ、いろんなメンバーのなんか見てみたいなっていうのもあるんだろうけどね、自分の推しじゃないメンバーのなんかこうライブとかじゃないところで活躍してる姿もこう応援しに行くっていうか、見に行く、まあ、好きっていう気持ちがきっと、それはきっとねあるんだろうけど、でも見に行ってたりとかしてるのがすごい温かいというか、 AKB のファンの方のいいところだなと思ったりする。最近は朝活してますか？うん、してたりしてなかったり、日によるかな。みんな可愛いんだもん、優しい。インスタにも投稿してね。あ、でもいろいろ写真撮ってるから載せまーす。あ、そうだよね、来週ね、お話し会よろしくね。ショートケーキに見えた。カビが？来週の森さん見ちゃいけないの？何も言えねえ 何も言えない。ただもう私から見てほしいという言葉は出てこないと思います。この後毛利さん見ます。この後ってことはあれかな、今日運動会のやつかな。見てください。昨日さ、実況配信でちょっと夢中になりすぎてちょっとなんかあれだったんだけどさ、もうやっぱり
メンツ的にさ、なんか変に空気読んじゃって、ここ私がこうグイグイ出る場面じゃないよなっていう気持ちが、あのもちろんあの顔が汚れたくないのももちろんあったんだけど、やっぱ周りを見渡してさ、こうメンバー的に、なんか客観的に見て、こう私が運一番あるのよっていうやつじゃないなってすごい思ったの私やっぱ私も、まあ、同じチーム8メンバーとしてもさ、ひゆちゃんとかさ、レミタンがこうなんていうのかな、もっとなんかなんていうかね、ちょっとなんていう言葉を使って言えばいい、言えばいいかわかんないけどさそういうのがちょっと自分の中であったから、遠慮じゃなくてなんていうのかな、どうにかこうそうならないかなっていう思いがすごい強かったから、私はもうやっぱりそのなんていうのかな、ビンゴの時にこういう機会があった時に、私はこうなんかワンクールゲットしたとかそういうのがあったから、またここでじゃねえだねえだよなって、ねえだよなって日本語おかしいけど、いやそう、だからそういうのがこう回った方が回るべきだと思って、だからちょっとあんま行かないかなみんなみたいな感じになってちょっとそれがちょっと結果として、いやまあ見え方によってはね、ちょっとやる気ないみたいなちょっと感じに見える人には多分そう見えてた、見えてたよなと、昨日客観的にこう見ててね、口にしないと多分そういう風に見られるなと思って、なんかすごい配信終えた後にちょっと研究すべきというか、なんかいや引いてるかグイグイいってるかって言ったらめちゃめちゃ引いて、じゃ手を抜いてたわけじゃないんだけど、で私がこうすごいグイグイ前に出る回じゃないよこれはって、すごいそういう思いが強すぎて、そうで別にそういうのがそういうスキルに長けてる人間でもないので、それとそういう立ち回りうまくなんかできたらよかったんだけどなって思ってたことを忘れてた。そう、私みんながこう私みたいなになるとまた変な感じになっちゃうし、すごいなんか難しいなと思って、なんか前もってそういうこと、そういう運動会やるよみたいなの分かってたら、なんかもっと自分の立ち回り方を考えられたのかなと思ったけど、でも本当に直前まで何やるか分からなくて、ずっと回しっぱだったから、なんか相談もできなかったし、なんかそういうの器用にできる人間になりたいなってすごい思った。あー、逆に立ちはだかる、もう出しゃばるなよお前って思われるぐらい、もう私が一番運強い女だわよみたいな感じで言った方が良かったのかな分からん、分かんないよ難しいよもう本当。いや台本ない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 、本当にないのよ。やっぱり8の中では自分が一番年上で、まあ、キャプテンでも全然そんな本当何でもない人間なんだけど、ただの茨城の代表の一番年上の女ってことなのでちょっとあれなんですけど、でも最近すごいそういうことを考えるようになって、
ね、舞台やってる時とかもなんかもっとなんかみんなに行った方がいいのかなとか思ったりするけど、でも私そんなレギュラーメンバーじゃないし、日替わりの日替わり女だから今日もなんかいろいろ思ったんだけど、なんか最近ね、兼任先でキャプテンやってて、それがからもうキャプテンじゃなくなったからすごい荷が下りてほっとはしたけど、でもやっぱりね、もともとね、8のメンバーとしてこの世界に入ってる身としてはやっぱりなんかね、いろいろこうやっぱり分かりやすく言葉にして言わなきゃならない、言わないとなっていうのもなんかすごい考えたりするんだよね。なんでみんな日替わりのところで受けてるの待ってそこ面白かった今。でもな、切れないけど1分前、そう多分ね絶対切れないと思う。ちょっとそこに甘えてちょっと続けるけどさ、逆にみんな困る、早く寝させろやって感じだよね。待って、でもこういうことをさ誰もが見れる場で話すのってあんま良くないよね、なんか思ったけど、今思ったけど、ただの私のなんか最近思ったことあんまりベラベラそんな喋んない方がいいのか、いいよね多分閉ざされた空間でトロするとしよう。でもなんかやっぱり別に私はうまくできてた人じゃないけど、一回そういう立場を経験したことがある身としてはやっぱり自分はこう自分はそれを正義だと思って言ったことって意外と目立ちたがり屋なんだなとか、なんていうのかな、出しゃばりたいとか、なんかそういう風に言い方とか言葉の言い回しっていうのかな、テンションとか本当に細心の注意を払って言わないとそういう風に勘違いされるんだなっていうのが、あ今は全然それはないんだけど、ただ今こうまとめる立場になってる子たちとかがなんかそういう風に思われてるのってどうしてそうなっちゃうんだろうってなんかすごい不思議というか、私はそれをやったことがあるから本当に出しゃばりたいとかじゃなくて本当に良くしたいと思って、本当に嫌だけど自分だって言うの嫌だけど伝えてみたらなんかそういう風に勘違いされて受け取られちゃうこともあったりとかして、ねえ、だからこういうアイドルグループのキャプテンとかまとめるのってねえ難しいし、時々ほんと時たま思うけど必要なのかなって思ったり、なんかやったことあるからなんかそういう余計なことを考えてるんだけどねえ、だからほんと今多分きっと見てる人はあの優しい人たちがたくさんだと思うから、今そういう立場になってる人の味方っていうか頑張ろうって思えるような言葉をたくさんかけたりして守ってあげてほしいなってすごく思います。私もちょっと下手くそなんだけど、なんかそういうねサポートしてきたらいいんだけどなと思うけど、なんか自分のことで精一杯になっちゃう瞬間がやっぱりたくさんあるから、そういうとこはやっぱりみんなの方が上手そうだから特に今キャプテンについてる子たちとか本当に
ね、みんなの見えないところとかでやっぱりいろいろ気にしてたり大変だと思うから、まあ、多分今見てるのって多分私のこと好きで私を知って言ってくれてる人が多いと思うからあれだと思うんだけど、でも DD がとかなんかそういう話はしないから、たくさんエールというか、これはなんかあんまり届いたら良くないなっていう言葉があったらそれを阻止してあげてほしいなってすごく思います。そう、言える人って本当すごいし、空気を読める人だし、良くしたいなと思って頑張ってるから、なんかそういう人がなんかちょっとしたことで傷ついたりしてああってなってるの見ると本当にうわーやめてくれっていう気持ちになるからです。やっぱそうなるとさ、できて当たり前みたいな感じになっちゃうからさ、もうなんなら今までよりもこうたくさん褒めてあげてほしいっていうか、ねえ、優しい世界であってくれ。そう、もうこれは本当になんか意外と器用そうな子とかでも意外ともこういうのはね本当に言えなかったり、あと自分で気づいてないパターンもあったりするから、成り立ての頃とかやっぱりインタビューとかが多いからさ、なんかそういうところで強気じゃないけどできると思うっていう、できるできるって自分にこうなんて言うんだろう、魔法がかかっちゃって、できるできるできるようにします、もういつの間にかもうできてるようになっちゃってたりしてて、そう、意外と自分が傷ついてたり弱ってることに気づかずにこのままみたいなそういう時もあったりするから、うん、あーね、そうね、さりげなく支えるなんかいいね、カービィを助けたい、大丈夫です、毎晩私の頭に潰されて鍛えられてるので大丈夫です、なっなっ、いつまでするの？私の気が済むまでいい加減寝ろやって、なんかさっきからちょいちょいホイコーローっていう文字が見えるけど、なんか流行ってますか？ホイコーロみんなって日々さ、学校とか、まあ、学校行くって人でも、まあ、多分さすがに寝てるかもだけど、お仕事してる時ってどんなことにストレスを感じたりするの？もう帰る時間なのにみんな帰らないなとか、人間関係、ああ人間ね、でもやっぱそうだよね、どこの世界でもやっぱ人間関係、ああだよね。
仕事はね。じゃあ私たちで言うそれは押してんなーかな。一緒のやつは服かな。まあ、でも結局今のもそういうことだもんね。人間関係だもんね。大枠で言うと。ねえ。でもここをうまくやってる人ってほんと一握りの人しかいないだろうから、これはもう 9.5 割の人間たちが悩んでいることだろうから、みんなで頑張ろうぜ。私がね、でも今一番大事にしてることは、なんか自分がこう信頼を置いている、尊敬している人になんかメッセージでこう心を壊さないように頑張ってねって、あんまりこう気を張りすぎずに、壊さないように頑張るんだよっていう言葉をもらったから、だからちょっとでもそういう普段の生活でも仕事の中でも、あ、これに触れたら多分傷つくだろうなとか、そういうのをちょっとでもほんのちょっとでも感じたら、それから避けるように、なんかそういう努力を最近するようになった。あ、これちょっとこういう話こう聞き耳立てたら、これあんまり良くないなと思ったり、これ自分がやったらちょっとそう落ち込んだりとか、そういうなんか回避できるものはちゃんと避けようっていう、そういう言葉をもらったから、ちょっとそういうことを気をつけようって最近思った。あ、そう、なんかネガティブっていうか、そうだからね、仕事でそれをやるって難しいかもしれないけど、でも一つだけそれをこうなるべくそういうの避けるようにしようっていうふうにしたら、確かに楽しいことに目が向くようになったから、だからみんなも今大変だなと思うことがあったら、人間関係だったら私多分それはきっとできると思うから、そうやってちょっと上手に楽しく生きよう。その楽しいことに目を向けようのその先っちょが私たちだったら嬉しいですね。そんなみんなのね、癒しになるように私たちは日々頑張ってます。なんだこれ。あ、今日のショールーム終わり方なんかいい感じだな。何人と出会えるのだろう、一生の間に夢を会えるような。あら、とても素敵なエンディングだわ。さあ皆さんもね、あら、日付が変わって13分ほど時間が経っております。寝よ。え、寝るの？寝ちゃうの？みんなこの後バズリズムで元カレですやるけど寝るの？大丈夫、みんなこれから11時間ぐらい起きても、これからねお昼夜と舞台もありますけど、え、明日お家、え、お出かけする予定ない？え、逆に配信あるから家で見れるよ。
舞台、私は演技の方は捨ててないんですけれども、明日ライブパートのみの出演となっておりますが、別の予定がありまして、冗談だよね、も楽しんで楽しみます。みんな、また明日、おやすみ。私はお風呂に入る。さようなら。おやすみ。バイバーイ。どういう終わり方だよってね。さよなら。おやすみなさい。いい夢を。みんなは最高の元彼だ。